じゃあ職務に戻るかえだまめもんさんだ。こんちゃっす。こんちゃっす。あ、フラムちゃんか。フラムです。お久しぶりっす。おい、久しぶりなのだ。ギャンブルに来てたんすか。ギャンブルに来た。僕り好きじゃないけど勝ったから今ギャンブル教のホストの車を蹴ってたのだ。あ、ギャンブル教のホストまだ仲います？うん、あ、いるよ、レンちゃん。あ、そうそう、レンさんに会いに来たんすよ今日は。あ、そうなんだ、うん、じゃあレンちゃん会いに行こうよ。行きます。お、行こう行こう。枝豆モンさんじゃないっすか。えい、僕なのだ。あ、そう、モンさんに言ってなかったっすね。あの、私多分加入させていただくと思います。おー、 おめでとうなのだ。よろしくです。よろしくなのだ。嬉しいのだ。はい、お邪魔します。レンさん、枝豆モンさんに、モンさんに連れてきてもらいました。今アンラッキーって言われてなかった。あー、もう今日はねやられましたが、十分に。あ、一発やってみっかな、はい、ちょっと怖い。ありがとう、モンさん。そこでやりますか。ブラックジャック、ブラックジャックやりましょう。僕これが一番勝ってますね、やっぱ。いきましょう。よし、じゃあいきますよ。早く家のハウシング費用まで出すとこだったんでね、危なかった。あれ、また新しい店舗、あれですか、キャバのやつですか。まあ、キャバはあれのままなんですけど、うん、他のね、なんか新しく店を作ったりするハウジング費用をキャバの売り上げから出そうって話だったんで。うん、あー、めちゃくちゃ強え。さっき欲しかったな。しかも相手エース強え。さすがにブラックジャックだよ、相手は。うん、フェイクバー会見からのスーパーカンパニー入社からの、今はもうちょっと黒いことからの見る商売って感じ。おー、ちょっと黒いことも、ちょっと黒いことも、まあ参加するときは参加するみたいな感じかな。そこの参加は自由なんですよね。そうだね、自分やりたくなかったらやんなくてもいいし、やりたいって気持ちがちょっとでもあれば試しに一回やってみてもいいし、うんうん、まずは白くいこうかなと思いながらも、うんうん、まあ一回白から黒になるのが簡単だけど、黒から白に戻るのは難しいから。あ、そうそう、なんかそういいかもね。1ヶ月間ずっと誰も客が来ない店に立ち続けて禊ぎが終わったみたいな話聞きました。よし、行きましょうか。できるよ。これご一緒させていただきます。お願いします。じゃあ、みんな行きましょうか。マックスで行くんですか、これ。マックス行きましょう。マックスっていくらですか。いくら。500万。全然そんな、待って、100万とかで全然。全然ちょっと恥ずかしいんですけど、全然持ってない。ちょっと刻ましてもらいます。刻ましてもらいます。刻み大事だからね。はい、強い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 。これフラムあるよ、これ。勝てる勝てるよ、勝てるよ。よし、強い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 。あ、相手も強い。やめろよマジで。お前も強い。やめろよマジで。やだそう。だけこの女泣かしましょう。しょうもない、やめろよ。このカジノに分からせましょう。あぶねえ。怖え。怖すぎ。え、17ってどうだと思います？俺も17だから両方稼働。スタンドで。スタンド。今スタンドしかないっすよね。稼働。スタンド、もちろんスタンド。神に泣かせる。神様、お願いします。神様。あー、引き分け。こいつ。この顔危ねえ。耐え来てるよ。500勝ってる。これ500かけたら大丈夫だよ。いやいや、耐えただけっすよ僕。やば、ナイス。はい、21。やったね。いったね。やったね。おめでとう。おめでとうございます。いったんでかいか。ちょっと耐えた。関係危ねえよ。からの500万。いやでも僕ね、ダブルダウンの目は残すんで、800なんで400でいきますね。400で、うん、ええ、でもチャンスとなればダブルダウンします。オッケーオッケー。よっ、バースト。よっしゃー。ナイス。向こうのバーストだから。ん、あ、いや、バーストはバースト負けっすね。
あ、気持ちよくなった。ちょっとお疲れ様です。さももちゃんにぜひ、はい、ももちゃん、はい、いやもう2人とも初めまして。気絶しました。あ、そうですね。そういえば、はい、なんか熱くなってましたけど、完全に初めましてでしたね。ミルクちゃんも、あ、お願いします。連絡先交換しましょう。そうでした。ソイミルクちゃん、ももと申します。はい、ちゃんももさん、サメ島フラム。よ。ありがとうございます。出ますよね。うん。二人は何されてるんですか？僕はですね。いや、ここほぼここで未然に稼ぎながら、だって今1億買ったってことでしょ。そう、やば、5000万ですね。5000万かけて倍なんで5000万かけました。そうマジか。で僕もともと体にナノチップ埋め込まれてて、でなんかいろいろあってこの街に逃げてきたんですよ。で、はいはい、体からいい音が鳴るんですよ僕結構。え、うん、で、はあ、それをいろんな人に見せてたら、うん、なんか音楽やらねみたいな話をもらったりして。はいはい、そう、ちょっと聞きます。音楽系の仕事、うん、音楽系の仕事やりたいなって思ってまだできてないですね、音楽に関しては。なるほど。なんかこの街ってね、いろいろその方向ありますよね。そうみたいなんですよ。プロダクションがあったりとか、うんうん、うん、芸能プロダクション、グッバイカンパニーの水商売やってます、はい、ミカドレンです。よろしくお願いします。そうね、プロダクションの、そう、グッバイカンパニーっていうゲームプロダクションの中のビズ商売部門があって、そこでキャバクラの店長とホステイ。はいはいはい、あ、キャバクラの店長さんなんだ、うん、そうそうそう。え、最近、え、もうオープンしたんですか、これから。まあオープンしてるんだけど、うん、まあ知る人ぞ知る、まあ、個人店みたいな感じでやってるから、プレオープンみたいな、うん、そう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 。そうなんだ、へえ。まあ、来たかったらね、別にお客さんとしても来れるし、はい、体験でいただけるから、うんうん、そうなんですね。そうそう、私A2 カフェっていうところで働いてます。ああ、1階ってことだ、はい、A2 カフェって A2 の2階ですか。あ、そうそうなんですよ。 あそこ1階がメカニックで、私はメカニックの資格はないんですけど、うん、2階で、ただもうすぐそこを多分辞めちゃって、アサシックレコードっていうレコード屋さんができるんですけど。あ、ラルさんの、はい、あ、そう、ご存知ですか。え、会いました、初日にも会いました。そこのね、料理長をします。へえ、料理長、はい、料理得意なんだね。そうなんですよ、メニューをいろいろ任せてもらってて。いいね、オープンしたら、はい、オープンしたらぜひ来てください。 A2 はまだ僕4日目ですけど、そのうち2日3日行ってますね。あそこめっちゃ雰囲気いいですね。ドレンちゃんだ、うん、好きなんですよ。 Everything all right? Got 18。 よし、よっしゃー。いやー、寝るか。おやすみなさい、ありがとうございました。おやすみなさい。はい、朝焼けが眩しいぜ。